はい、どうもこんにちは、リリチョウでございます。まあ、久しぶりの雑談動画ということで、まあ、今日はね何の動画を撮るのかと言いますと、僕ですね2019年の4月の1日にですね動画投稿を始めたんですよ。まあ、明確には数年前から一応配信活動はしてたんですけど、一応それを配信のアーカイブとか全部消しちゃってるので、まあ、既存で残ってるデータに関しては2019年4月の1日が一番古い動画にはなるんですよね。ということで今回はね、まあ、今日だいたい今日、まあまあ、もうそれより前に上げてるかもしれないんだけど、この動画は一応 YouTube 一応3年目です。2019、2020、そして2021年、今年でですね3年目なんですよ僕。なのでまあ3年目記念動画ということで、まあ、リリチオのね過去2年分の動画を見ていこうという企画をやっていきたいかなと思います。まあね、まあ今までだいたい動画全部合わせると900本ぐらい上げてるんですよ。で850本ぐらいかな、約800本以上は上げてるので、まあその中でですね、まあ特にまあ印象深い動画を何本かピックアップしてですね、まあ視聴者の皆さんと見ていこうかなと思います。まあ視聴者の中にはね、まあフォートナイトから知りましたよっていう方もいれば、マインクラフトから知りましたよっていう方もいればですね、まあ最近始めたロブロックスから知りましたっていう方もいると思うので、まあ視聴者の中でもですね、まあ知らない方多いと思うんですよ、過去の動画をね。なので見ていければいいのかなと思います。まずはこれですね、これあのデーモン TDM57 キル、これが2019年4月1日、流しながら見るか、これが最古の動画ですね、僕の最古の動画になってます。まあこの動画の説明をすると、昔僕の初めての、ちょっとこううるせえなよし、こんなもんかな。僕の多分初めての実況に関しては、僕もともと COD 実況者、コールオブデューティー、まあ、COD モバイルとかで有名かな。まあ、その動画、その COD っていうゲームから一応実況を始めたっていう感じなんですよね。で、最初は別に僕は声を出してませんね。最初声出しを一切やってなかったですね。で、まあ、特にその普通に友達とかとゲームをやっていて、まあ、スコアが良かった試合を、あの PS4 だったんで、PS4 って動画編集しなくても、あの PS4 シェア機能ってやつで自動で動画上げれるんですよ、ノー編集のやつをね。なんならあの PS4 内でカット編集とかだけでもできるみたいなのがあったので、一応それを使って、まあ、キルができた動画を上げていたっていう感じで、この試合の57キルっていうのが、チームデスマッチっていうのが、先に、6対6で100、あ、じゃあ5対5か。5対5で100キルした方の、6対6か。6対6か5対5で100キルした方の勝ちだったんですよ。先に100キルした方が勝ちで、その中の57キルを占めてるんで、あの半分を占めてます。なので、まあ、普通に考えて、なかなかこういう試合取れないみたいな。APEX で言うと、まあ、爪痕ダブハン取れましたよぐらいな感じで見てもらえればいいのかなっていう感じですね。で、まあこの、デーモンっていうやつがサブマシンガンでさ、まあ、その連射式のサブマシンガンだったんだけど、その武器かなんかでなんか無双できないかなと思って使ってたら取れたみたいな感じかな。懐かしいね。多分この時も多分友達とかと会話しながらやってるはずですね。はい、あれ一人やってんだっけこの時、わかんないけど。で、もともと僕が動画投稿を始めたきっかけっていうのが、その当時その、まあ、編集者の亀井ってやつがいるんですけど、今全然編集してないけどね、ほとんど動画編集してないんだけど、一応編集者の亀井ってので動画で売り出そうぜってやった子がいるんだけど、その子とその子の家かなんかでお酒飲んでる時に、どうせだったらリリチオくんゲームうまいから、コールオブデューティーとかね、ゲームうまいから動画投稿してみたら意外に伸びるんじゃないのって言われたのがきっかけで始めたんですよね。まあその時は別に喋るためのマイクとかもなかったし、まあどっちかっていうと喋るのが苦手な方だったから、まあなかなかこう自分で自分の意見を言うことっていうのがなかなかできない人間だったので、まあ、最初はちょっと声なしでいこうと思ってやってる感じではありますね。はい、一応これが最初に上げた動画になってます。まあでもこれ103回だって、当時は多分10回再生ぐらいだったかな。自分の身内、それこそボルレサムのサトシとかぐらいにしかまず YouTube ほとんど教えなかったので、身内に教えたくなかったんですよ。だって身内に教えたら、その身内だけで登録者が伸びるじゃん。なんかそれ嫌で、どうせだったら新規の方を獲得して伸ばしたいっていうのがあったから、ほとんど身内の人間には教えなかったんですよね。なんか今ほとんどバレてるらしいけど。はい、これが最初の動画です。はい。次ですね、これですね。BO4 初実況、なぜこうなった、地面に埋まった味方を助けたいということで、これ2019年の4月の11日なので、4月の1日に初投稿してから約1週間後ですねに、ちょっと声出してみようと思って、あのヘッドホンあるじゃん、ヘッドホンを買って、それロジクールのヘッドホン買ってから始めたのがきっかけですね。ちょっとこれ見ていきましょうか。初めての実況なので声出してると思います。いきましょう。 OK。あー懐かしいなー、あー懐かしい。
どうも皆さん、こんにちは。今日はですね、サーグを使ってチームデスマッチ、おい、声ちっちゃいぞ。やっていきたいと思います。でもマイクの音質悪いね。まあ、50キルぐらいは、ね。あ、そうだ、これ初めて編集したんだ、これ。カット編集してるんだよね。え、殺せんかった。またやった？捨てるよ。戦隊1枚いるな。なんかイケボ、なんか声意識してない、うん、なんか。俺イケボ配信者かな。おー、今回はですね、どこだ、やっぱ垢抜けたな。ちょ、話させて。やっぱ2年で垢抜けたな、俺。全然違うでしょ、今の声と。喋り方も全然違うでしょ、ね、ストックしかつけてないんで、そこをね、どう立ち回るかっていうのが大事なんですよ。そうなんだよ、武器の装備つけてないんだよね。もう固まってるね、やれやれやれ。あ、うま、うまくね、これ。あら、しなかった。あー、うまいわ。やっぱこの時全盛期だからね、 COD やってた、ガチガチでやってた時だから。いい感じ。はいはいはい、おお、回復して確実にやっていきましょう。回ってこう、回ってこう。いいね。クラブスラムまで溜まったね。ちょっとぶちかましていきましょう。今のジップなんだ、今のジップ下手くそすぎでしょ。はいはいはい、いい感じ。いや、うわ、普通に頑張ってんな。これ、モンハン持ちなんで、動きが、ジャンプしてる。18キルって結構頑張ってるような気がするんですけど、どうですか？上に1枚いるでしょう。なんか、感情の起伏がないよね。喜怒哀楽なくない？無じゃない？無。無表情だよね。2周目回っちゃったし。ねえ、無表情になってるよね。許そう、そうそう。結構死ぬんじゃない？これ。ダメだ、死なねえわ。誰も死なねえわ。誰も死ななかったのか。いや、あれ、味方止めるか？バレたのか、あれ。これ、実はこれ、何回も取り直してるんですよ、これ。何回も撮り直してる。コールオブデューティーって結局そのある程度無双できるかつ面白い動画を上げないといけないなと思ってて、当時その喋りながらゲームをするっていうのができなかったんですよ。しかもその画面の前に向かって一人で話してる感じじゃん。友達とかと対話をしてる形じゃないので、やったことがないからできないの。何喋ったらいいんだろうみたいな感じになってたもん。こういう喋り方になってますね、実際ね。だから今はもう普通にさ、もう画面の前に向かって今当たり前のように喋ってるけど、それができなかったからね、当時は。懐かしいな。で、かつそのある程度キルもできて、そのある程度喋れる状態じゃないと動画が撮れなかったので、まあ、それがね、やっとできるようになったのは大きいかなと思いました。はい、ありがとうございます。もうこの動画意外に面白いんで、まあ、よかったら見てみてください。約2年前ですね。あ、こう懐かしい。友達もね、懐かしいな。友達ウポ中です。イケメン、これ僕の友達ですね。で、再生されてよかった。エラー起きてて焦った。なんかエラーかなんか起きて動画上げれなかったのかな。お、全然覚えてねえわ。全然覚えてないけどね。あ、こいつな、何事やこいつ。はい、次ですね。これ個人的に初めてネタな感じだね。普通の実況する、まあゲームやって今回はこの武器を使ってプレイしていきたいと思いますっていう実況じゃなくて、ちょっとネタ的な要素を入れた実況をやろうと思ってやったのがこれですね。BO4 神回実況、1デスしたら即実況終了をやったら奇跡が起きた。2019年4月27日、再生数38回、ふざけんなマジで。いや、もっと前やん。もっと前だから出してくれや。まさかこんなことが起きる、あ、起こってしまうとは思いませんでした。僕自身も予想してなかったです。まあ言われた通りのままですね。これ、一回死んだらもう実況終了しないといけなかったんですよ。ちょっとこれ見ていきましょうか。まあ結構無双できてんね。ほら、超キルできてるでしょ？始まるぞ。お疲れ様です。今回は1デスしたら即声かわいいね。やっていきたいと思います。おお前、なんか元気出せよもっと。立ち回りとかを意識しながら、腹から声出せよお前もっと。いいのかそんなんで。お前 YouTube やってけへんぞ。いけるかな。1デスしたらもう即終わるからな。できるだけ意識して。終わった。終わった。これ終わりですね、これで。これで実況終わりなんですよ。で、最初のは、その後ですね、死んだ後かなんかのを貼り付けて、あたかも無双したかのように見せかけてると。で、この動画の4分20秒っていうので、あれ？意外にこいつ生き残ってるんじゃねえかっていうのを見せつけるためですね、ほら。この動画の長さでいつデスしたのか分かってしまうため、わざとエンディングの時間を長くしています。ご了承ください。動画は終わりです。何も起こらないです。考えたね、リリちゃん。ほんとなんもない、ほら。ほら。動画の最後の方を見ても、ほら、曲が終わるまでずっとこの画面が流れ続けるっていう。
これだけですね。ずっとこれやってましたね。懐かしいな。個人的にはすっごい面白かった、編集してて。なので、まあ、よかったらこれもう一回見ていただければいいのかなと思います。これ確か2回か3回ぐらいやってるよ、この企画。はい。あとはなんかいい動画ねえかな。これ近隣住民の方々から苦情が来ました。これ本当に来たんだよ、みんな。近隣住実況撮ってたら、はい、近隣住民あるかな、皆様の格別な これだ、夜間の声について平素は皆様の格別なご理解、並びに当物件の管理にご協力いただき誠にありがとうございます。先日夜の時間帯にフラチな動画の音声が深夜の1時頃まで聞こえてくる。男性の声でうブオーっていううめき声のようなものやわははっていう笑い声が深夜の1時過ぎまで聞こえてくるとのご連絡をいただいております。声や音は壁や床を通じて近隣に響きます。夜間のテレビやイヤホンをつけて干渉するなどの配慮をお願い申し上げます。またご自分の声に関してもボリュームを下げていただき、近隣の方の迷惑にならないようお気をつけください。届いてますね。何の動画だっけな、確かめっちゃうるさい。これからエリア外なのに回復だし響き渡る喘ぎ声、これかな、これがうるさかったんかな多分。あ、上これからうるさかったの。一人パスファイアな、これ懐かしい。エーペックスヘムロックと R99 ですね。カッペ君そこおらん。あ、そう、友達のカッペってやってんだ。そうだそうだ。あ、懐かしい、オルタレーターのディスラプターだ。あんぞ、確かこれライフライン回復早いんじゃなかったっけ、違かったっけ、忘れたけど。また別来てる。いや俺うまいな意外に。挟まれた。あえでなくない、騒いでる俺。こん時一番エーペックスやった時期ですからね僕。一人ダウンして一人カット。おお二人カットして回復した方がいいんじゃないの。おおナイスナイス。こっち来れる俺んとこ。あ、確かライフラの回復速度速いんだっけ。オッケー、そっちね。ナイス。あれ騒いでないね。この後かな。わかる、マジ俺力が入らんもん。敵俺みたい。ちょっとさ探すか。動画のタイトルとサムネイルの場面は後半で出てくるのでだって。あ、これ釣りじゃんこれ。じゃあ釣ってんじゃねえか、これか。味方はいいでしょ。ラスこれか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 これだ多分これだ。ここがうるさかったんじゃないかな多分。でオルタレーターのディスラプター弾ですね。あの威力が 1.5 倍ぐらいになるあれがあるんだよ。音が違うでしょ。またエリアかよ。やったやったやった超強かったんでオルタレーター。嘘だ、やだやだやだ、回復ない回復ない回復ない。持ってねえこいつ回復。お前を救うカッペ。ちょっと待って待って、回復落ちてねえぞ。この時からだいぶリリチョになってきてんのか。だいぶリリチョっぽくなってきてるね。あ、落ちてた。エリア走ってて。あ、死んじゃう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 危ない危ない危ない死んじゃう死んじゃうギリギリで耐えろ、そこ。あえぐなあえぐなバンされるわやめろ。あと何があるかな、結構まだやってんぞ俺。これ気になるね。ピンチの時こそ叫べ、音量注意だって。なんだろう、これ見てみるか。懐かしい、スカルタウンだ。またイヤホンバグった、ちょっと待って。スカルタウンだ、懐かしいな。一人やった、一人ダウンしてる。この時パスは強かったんだよな。治った治った。そいつそいつから。うわあ。超適当だ演習。叫べばなんとかなる。うわこれ面白いと思ってやってんのか俺。むせてるぞ。大丈夫か。大丈夫かリリチョ。死ぬなお前。死ぬんちゃうか。ええ。ああっつってる。懐かしいですね。
まあ、COD に関してはこんなもんから、まあ、APEX とかに関しては、ほら、これ後で聞いとくといいよ。初めて ASMR の動画を聞きながら出た時の話。ここ触られたいんでしょ？これ絶対気になるでしょ、みんな。これ多分、これ結構下ネタな感じなのかな？この時多分、その雑談動画かな？ COD と APEX だとパラディンズっていうゲームと、あと雑談動画で1日2、3本投稿やってたね、これ。かつて神雪だった獣武器って、確かこれ、アニメかなんかやってる時にこれ上げてるからだね。でもこういう少年革命家の人に言ったりとかもしてるみたいですね。うわ、ゲーム内で可愛い女の子に出会ったから女の子を優勝させた。これ懐かしいな。これ確か女の子喋らなかったんだけど、フレンドとエーペックしてる時に確か名前で女の子の子がいたんじゃなかったっけな。まこさ、まこちゃんだ。あ、どうし、まこちゃんって女の子だよ。そうだ、これまこちゃん。カバーしてあげんといかんぞ、これは。あ、なまってる。やる気スイッチがいったリリチョウ選手。うわ、この時から俺女好きだったからな。僕が勝利に導いてあげる。これはキャリー設定か。僕が勝利に導いてあげるよ。全部譲ろう、アイテム全部譲ろう。まこちゃん、まこちゃん。やめろよ。やべ。これ2019年7月ですね。 YouTube 始めて3ヶ月ぐらいですね。やってんな。ちょっと確かこれね、これはキャリーしてあげてこれ、まこちゃんに任せろよ。かわいいな、お前は。そんなに俺に降りてほしいんけ、まこちゃん。仕方ないな。まこちゃん確かね、まこちゃんにアーマーあげるんで、アーマー確かアーマー、まこちゃんにアーマー渡すんだよな確か。いや、離れちゃダメ。紫アーマーかなんか渡、そうそうそう、この紫アーマーをまこちゃんに渡すんだよ俺。君を晴らしたりなんかしないから。君を晴らしたりなんかしないから。やっぱ好き、やっと見つけたお姫様。いや懐かしいな。俺が生まれてきた理由。席降りてなくない？まこちゃんにいつ渡すんだ？俺、まこちゃんに確かアーマー渡すんで、確かここら辺かな？あ、ほらほら。まこちゃんにシールドあげよう。まこちゃんにシールド。まこちゃん、これあげるよ。まこちゃん。まこちゃん、おいで。まこちゃん、まこちゃん。まこちゃんに嫌われ。僕の着た服着たくないの、まこちゃん。いいよ、まこちゃん。いや、俺の着た服着ろよ、まこ。お前、俺の服やぞ。まこちゃんに嫌がられた。まこちゃん。降りていけねえわ。ああ、終わったわ。最悪、下がられて。そんな嫌いなのかな、僕のこと。いや、そう、当たり前だろ、お前。嫌われるに決まってるんだろ、お前。確か、この後に敵一部隊来て、それ勝つんじゃなかったっけ。まこちゃんにかっこいいとこ見せに行こう。そう、まこちゃんにかっこいいとこ見せに行くってやったんだよな。僕の神がかってるプレイを。OK？やるんじゃなかったっけ。やったやったやった。ハンドガンとオルタレーダーね。弾があんま残ってないけど大丈夫か。さあ、当時確かワットソンまでしかいなかったからね。キャラいなかったからな。うまいね。やったやったやった。はい、ナイス。まこちゃん見てた？まこちゃん僕のプレイ見てた？気持ち悪すぎだろお前。気持ち悪すぎだろ。急いで移動した方がいい。気持ち悪すぎだろお前。何してんだよ。そう、10番ダークソウルの実況もしてんだよ。イモータルアンチェインドだ、はい。どうもこんにちは。そうそう、これ10番ダークソウルって言って、これも一応実況してるんですよ僕。なんか撃ってんだけど、こいつ盾持ってるからさ、普通に当たんないんだけど。懐かしい。これ結局難しすぎてクリアできないっていう、ね、パワーアタックってやつを使ってやっていくんだね。ほい、これ難しすぎてクリアできなかったんだよな。これバツで回避っていうさ、再生数が低すぎて、ダークソウルの癖がついてるせいでさ、バツボタン押しちゃうんだよね。でバツボタンがなんかリロード、そうそうそう、誰も見てくれなかったんだよな。で確かここら辺から確かフォートナイトを始めると思います。で COD のベータ版、モダンオフェアベータ版が、まあ、面白くないわけじゃないんだけど、自分に合ってなくて、ちょっとなんか別のゲームしないといけないなと思って、その時始めたのが、フォートナイトかな、確か。かな。で、もともとはこのフォートナイト配信をやったことが始まりなんですけど、動画自体はこれですね。これが初めてのフォートナイトの動画です。フォートナイト実況開始。カンダーソーナー行ってみたら、はい、これ2019年の9月です。ということで、今回はですね、フォートナイトやっていきたいなと思います。で、フォートナイトのアスレチックスね。やっていきたいなと思います。まあアスレチックだったらさ、ほら建築とか全然僕できないけど、フォートナイトほとんどやってないからね。アスレチックだったら楽しくできるんじゃないかなと思って、今回試しにやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。で、なんかスプラッシュなんちゃらって言って、なんか水のマップみたいなところだね。
やっていくか。懐かしいな。これは簡単でしょ、さすがに。うい、うわー、カット編集とかもほとんど入れてないもんね。でこれ本当にこれ初めてのアスレチックだったから、アスレチック技術全然多分はい、最初はできてなかったんだよね。このアスレ簡単すぎて、ここで苦戦するんだよ。登れないんだけど。確かここだけで20分ぐらい。 あれにぶつかったんか。じゃあこっちからこう行って、こう行って、うわ懐かしいな。危ない。いやこんなのさ、楽勝に決まってんだろう。ほほら、これができないんだよ。登っての、これができなかったんだよね。アスレチックの撮影中に乱入してきた外国でさらす。はい、こんにちは、理事長です。ということなんですけど、この時に、ね、ポテト、ポテトとブラストさんかな、の3人で、リュウ君、リュウ君か、ね、この時はリュウ君でした。ブラストさんとね、やっていきたいなと思います。で今回やるのがこちら、バケーションパークアワーっていうね、アスレチックをね、今回はやっていきたいなと思います。クリエイター、コードみたいなんじゃん、コードみたいなのこの上に書いてるから、よかったら皆さんも遊んでみてください。はい、じゃあということでね、頑張っていくよね、頑張るよ、よし行こう。懐かしいな。確かこれやってる時に他のプレイヤーが乱入してきて荒らしてきたんだったよ、確か。 Everyone can complete、 簡単だから誰でもクリアできるだろうみたいなこと書いてますね。早速落ちてんだけど。あ、なるほどね、こう海の中かなんか、こう上をこう進んでいくみたいな、アスレチックか。海の上進んでいくみたいな、当たり前やもん。なんだ今のテロップは。今のテロップいらへんやろ。 OK、懐かしい、これが初めての動画班入れた撮影です。この時はまだ動画班って言ってなかったよね。なるほどなるほど。この時はまだ動画班って言ってなかったですね。でその後にたくさん撮るは撮るんだけど、この動画が最後になります。多分これで多分 COD、 あれなんだっけな、これ COD 卒業してんだっけ、分からんけど。でホラーマップ行ったりとか、100レベアスレしてる時に確かショボンが来たんじゃなかったっけ、途中で。これやっぱ難しい。あ、ここだここだ、これショボンの初登場シーンですね。結構前、結構やっぱ難しい。あれマシュー、お、ショボン君追いついたぞ。ちょ、ショボン行ってやれお前。懐かしいな。リンリンとショボンと誰だっけ。そう、この時そう、リンリンとショボンが仲悪いみたいな感じで撮りたくて、あの喧嘩するみたいなふりやってたんで。そう、ショボンここ何回もクリアしてるから。1回行ったぞ。これ多分ね、1本の動画じゃ収まりきらんわ、これ多分。バカ、バカ。うわ、懐かしい。もうこの時はすごいアスレチックガチ勢になって頑張ってたんだよな。懐かしいな。で、こういうなんかショボンが作った、これ言ったんで、あの、春夏春冬に分かれたアスレチック作ったらって言って、俺作ってもらったりとか。これはあの天月とテルキが同じバナナスキンだったんだよ。だからこのタイマン勝負をして勝った方がバナナスキンにしろよみたいな感じでやって、テルキが勝ったってのがあるんだよね。これ10人の動画班集合。この時多分動画班作ったのかな、多分。はい、ということで、うわー懐かしい懐かしい。天月ゼノテルキ、これがブラストさんで、後ろがショボンかな、後ろショボンリンリン、これがパピコリョウガ。この時があの初めて作った動画班ですね。はい、こんにちは、リリチョウです。で今日もですね、アスレチックやってこの時から多分10人ぐらいいたのかな。今日はね、過去最多の 1,2,3,4,5,6,7,8,9 僕入れてですね、10人でアスレチックやっていきたいなと思います。声ちっちゃいな。このメンバーが一応ね、まあ、現段階、あ、後ろにもいるな。多分これポテトかな。ポテトとショボンが基本的に毎回動画のスタートでみんなここでしゃがんでるんだけど、ショボンとかだけどっか後ろの方で、あの毎回あのイッテ Q かなんかであんじゃん、あのなんか探せみたいな、ここですここここみたいな感じのをショボンでやりがやショボンがやりたかったみたいで、後ろでずっと隠れてたみたいなやってましたね。懐かしいな、やってたな。これか、800人行った時に始めてるらしい、リリチョークラフト。これが始まりですね、マインクラフトの始まりです。はい、お疲れ様です皆さん。だいたいこれやる前に2020年の1月ぐらいから参加型配信をやって、一応メンバーを集めてたみたいな感じですね。参加メンバーを募っててきたのが、作風はショボン、これ誰だ、中葉、キュセ、レイン、ネリアメ、トモ、俺兄、トモ兄貴じゃなくてトモ、あのフォートナイトのトモ、ハット、カナウ、チズルですね。これ誰だっけ、これが分かんない。懐かしいな、ね、レインとネリアメがここ可愛い、ね、ここの緩い感じで始まるからさ。で、まあ、長らくね、お待たせしました。もう1ヶ月ぐらい前から。あ、渡りだ。そう、渡り、あの、学校を作りますだね。第1シーズンの時に学校を作りますって言ってた渡りですね。はい、マインクラフトの生配信とかですね、ずっとやってたんですけど、まあ、今回からね、動画を撮っていこうかなと、はい、思います。
タイトル どうする、タイトルは。もういい、もうとりあえずほら1個前の動画でさ言ったけど、リリチオクラフトカッコカリって言ったけど、これの編集してるのがあの動画編集がしたいって言った亀井ですね。亀井くんにもともと動画編集なんかたくさん複数動画上げたかったから、どうしてもそのチームでやりたかったんですよね。僕以外の人にも動画編集してもらって動画をたくさん撮りたいっていうのがあったんだけど、亀井くんがこの動画1本を撮った限り失踪するっていう、あのやる気をなくすっていう。やる気をなくしたね。うわ、テルキ、ウポチオ、ついにリリクラ始動か、今はマイクラできないのが辛い、とにかくこれから楽しみにしてます。この時はめっちゃなんかやってたんだけどね、今全然見ないですね動画ね。いろんな実況者の中で10人以上でサバイバルするのは見たことがない。多分その有名な実況者がやってたぐらいで、そんなこの時はいなかったかな。うん、懐かしいなぁ。監督とかウポツとリリチャースのがウポチオです。ちなみにウポチオはアップロードお疲れ様ですの略ですだって。ああ、懐かしいなぁ。もうあとはこんなもんかなぁ。もうずっと、あとこれバイオハザード4ね。バイオ4をクリアできるまで帰れませんな。そろそろやりたいね。結局なんかやるやる言ってやれてない、やるやる詐欺やってるから、そろそろなんか新しいゲーム実況しながらやるみたいなのやりたいね。ここら辺からほら、こういうなんか、フォートナイトならあのボス戦だったりとか脱出マップとかかな、こういうのを結構やりだして伸びてきてて、マイクラマイクでリリーチオクラフトずっとやってたみたいな感じですね。ここら辺でタタリ山かなんかが確か1万再生ぐらいいったんだよ。それでバズって、そっからこういうなんか基本的に安定した数字、こんな感じで数千回再生とかが取れるようになってきてるようにはなったって感じかな。ここら辺はね、ここら辺は結構再生されてるね。まあ今こそ、まあ、結構落ち着いたみたいな感じだけど、この時は毎回動画が一応数千回再生とか数万再生いくのが当たり前みたいな感じだったので、まあ、この時が一番稼げてたっちゃ稼げてたし、登録者の伸び率も高かったっちゃ高かったかなっていう感じですね。この時がすごい、この時今も頑張ってる、この時一番頑張ってたかもしれないね。結構上げたからね動画。あと結構考えて、こういうこの時はフォートナイトに関してもマップがいっぱいあったんですよね。なんかやるべきマップがいっぱいあったんだけど、今はなんか上げてる人が少なくなったのと、ネタが尽きてきててっていう感じで、フォートナイトも上げれてないんだけど、昔はこんな感じでいっぱいマップありましたね。なのでいっぱいほらこんな感じで伸びてる時にいっぱい上げよう戦法なんで、片っ端から動画を上げて、一応全部だいたい1000回再生とかはキープして撮ってたっていう感じだから、今登録者2000人ぐらいいるんだけどね。はい、一応頑張ってたんですよ。 ここの時とか結構頑張ってたんだよ。はい、これずっとやってたって感じかな。でもここからはみんな知ってる人が多いんじゃない。ほらこういう脱出マップ、かくれんぼ、ホラーマップ系、ただひたすらやってるっていう感じですね。はい、では新メンバー選抜クラフトが始まったりとかしてて、で今に至るというような感じです。はい、こんな感じでしたね。どうでしたか皆さん、なんか皆さんの思い、なんかこう面白そうな動画、昔のやつありましたか。まあ最近のはみんな見てるな。昔のやつなら結構こう、なんだろう、昔、過去からみたいなのできるんで、この並び替えっていうので、あの古い順で見ることができるので、これで見てみるといいかもね。他にも結構、これでほら、近接で1位取るまで終われませんとかも結構考えてやったし、スナイパー縛りもやってるし、こういう雑談動画もここら辺から始まりかな、やってるだろうし、こういうなんか解説系の動画もその時伸びてたんですよ。Apex の解説動画とかが、あの今後来るだろうなと思って、 APEX の例えばダブハン爪痕の取り方とか、ここら辺伸びるだろうなと思ってたんだけど、 APEX があんま上手くなかったので、とりあえずじゃあ COD で解説動画上げてみようみたいな、この時から一応 APEX のことは視野に入れてたんですけどね。一応こんな感じでやったりとかもしてましたね。なんで、まあ、意外にね、こういう流れを見てみると、リリチョこんなこと考えながらやってんのかみたいな、これクレヨンしんちゃんのパクリみたいな、サムネパクったりとかして、再生数取ったりとか、寝起きやった後やったりとか、あ、こういうなんかタイマー取り締まり捕まった人やったりとか、結構なんかその時事ネタ上げたりとか、いろんな試行錯誤しながらやってるので、まあ見てみてください。まあ意外に見たら面白いこともあるかもしれないですよ。もう基本的になんか嘘ついてること多いけどね、なんかその時の流れで嘘ついてる可能性もあるんですけど、あ、こう、そう、ソロモードね、APEX のソロモードが、ソロモードも今みんなないけどさ、この時あったからソロモードが。そう、このキャラ使っとけっつって、確かこの時確かパスファインダーが強いとか言って、パスは使ったりしてる人多かったんで、パスは使ったりとかしてやってましたね。はい。まあ、なんで皆さん見てみてください。ということで、YouTube3 年目もですね、まあ、いろいろ変化をしながら頑張っていきたいなと思いますので、皆様今後とも応援よろしくお願いします。そんな感じで、じゃあ、お疲れ様です。バイバイ。